記者も指摘、ゴールデングラブ賞選出方法の実態。ゴールデングラブ賞は記者投票によって選定される。日本の報道機関のプロ野球記者で、5年以上の取材キャリアを持つことが投票の資格者として定められている。だが記者投票に疑問を感じる声は少なくない。ファン記者の数が多い巨人、阪神の選手は票が集まりやすいので有利になる傾向がある。あと、自分が担当している球団以外の試合はなかなか見られないので、どうしても、この選手は守備が上手いという先入観に頼ってしまう。UGR などセイバーメトリクスで守備能力が数値化されるようになっていますが、調べていない記者は少なくない。選手間投票に変更した方がいいという意見は理解できます。大きな声では言えませんが、記者投票は時代に即していないと感じます。自分の担当する球団は贔屓目に見てしまいますし、守備の名手を選ぶのに打力などが反映されてしまう。誰もが納得できる選考方法を考えると、選手間や監督、コーチ、プロ野球 OB の投票の方が説得力がある。選手も UGR 知らねえだろ。せめて記名にして功労しろ。選手がちゃんと評価できるかというと、別にそんなことないからな。メジャー式でええやろ。記者投票ディスはゴールデングラブ賞発表後の風物詩。記名式にすればええやん。バカな投票してる奴は叩かれるから、そのうち記者は勉強するやろ。とはいえ、打率2割ギリギリくらいの、全く打てない、守備専門みたいなのが選ばれるのも、なんか嫌だ。強打とか一度も取れないまま劣化して、かわいそうだった。強打が無理だったのに、同学年の木並が取る日が来るとは、正直思わんかった。そもそも、日本の UGR 信頼できるんか、チーム単位で見ると、人工芝かどうかで、上位と下位が真っ二つって、以前見たけど。打たないと評価されない。UGR は地面の素材なんも考慮してないカープ菊池なんかでも天然芝で不当に下げられてあれやからめちゃくちゃうまいし。こういう時こそ AI の出番だろ。UGR も人の主観やん。どうせ UGR だとか文句言う奴は選手間投票でも文句言いよるで。まあ記者よりは信用できる罠市場が入るかもしれんけど、それでもさすがにネームバリューだけの下手くそに投票する奴はそうでないやろ。選手は選手で完全な印象だけで入れるぞ。別にそれが悪いとは言わんが、同一リーグの他5球団所属選手に投票する形で投票権は規定1軍登録日数などで足切りする。メジャーは軍事レーダー使って指標出してるからそらかなわんわ。守備なんて素人じゃわからんよ。各球団の守備担当コーチが自チーム以外の選手から選んで多数決。江川卓の沢村賞もやりすぎて新聞記者は締め出されたし、露骨にやりすぎればいずれまた変わるだろうよ。日本のマスコミの責任逃れ。番記者数なんて言い訳すんな。100分の1あるからええやろ。